言い訳になってしまうんですけれども、ちょっといつもの起きたじゃない感が。こんにちは、起きた酒です。フルネームで言っちゃった。今日は先週ですね、カンナン目の浜本院の方に有名な YouTuber さんですね、松尾田さんっていう方が来ていただきました。で、松尾田道中記に出演させていただきました。私が松尾田さんに施術をさせていただいたんですけれども、とっても緊張しちゃいました。撮影自体が初めてっていうのもあったので、もう緊張で言い訳になってしまうんですけれども、ちょっといつもの起きたじゃない感が出ちゃってたなっていうのが反省点ですね。で、なんて声が小さいのかというすごい本当に声が小さかったんですよ。はい、実際施術受けられて、まあ、肩の首の動きだったりすごく改善されていたのでよかったなっていう。松本さん一番気にされてたのがたるみ、まぶたの重たさっていうのがお悩みだったんですけれども、施術後はもうバンと目がパチクリしてて、すごい嬉しかったですね。こんな感じの起きたを出せなかったっていうのは悔しい思いなんですけれども、また次回ですね、頑張っていきたいと思います。はい、では以上、松尾田道中記出演を振り返ってみようの回でした。チャンネル登録よろしくお願いします。